歌舞伎夢ごよみ。歌舞伎愛にあふれる素敵なイラストレーター辻和子さんに毎回作品をご提供いただきまして、いろんな歌舞伎の演目に込められている四季折々の季節感にスポットを当てて楽しくお話をしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今日お話しする演目がゴンザとスケジューというお芝居で、季節のトピックスは井戸替えというわけなんですけど、まあ連日暑いですねというこの酷暑を受けて、季節のテーマも井戸替えなんですね。これは江戸時代のな、あの江戸の長屋がね、もう総出でもうあの行ったね、年に1回真夏に行った、つまり井戸の大掃除のことなんです。縄でねくくられた人がね、こうバーッと井戸の中まで入ってって、こう壁面なんかをゴシゴシこう洗ってね、こうずっと水も汲み出して、でそのくくりつけた縄をずっと他のあの長屋中のみんながこう総出でこうガーッと引っ張ってこう微調整してね、あもうちょっと引っ張るぞ、もうちょっと行くぞ行くぞ、さあと行こうかな、はい、またまた中行くぞ、はい、もっと下行くぞ、だとこういうあの運動会の綱引き状態ね、こうバーってやるわけですよ。というのも夏の暑い盛り、あれはね確か七夕の日にやるのが当時のしきたりかな。ですからあの昔のこの暦でいうと、もうこれ8月の頃ですから、まあ真夏でしょう。江戸っ子って面白いですね。もうどうわめこうか、わめこうがあがこうが、熱いものは熱いと、もうそれだったらね、もう肌感冒同然で汗びっしょりで、そういう大掃除をするわけね。それであの生活のために必要な井戸、この水が何といっても夏は大事ですし、その井戸の水がね清潔に保たれるようにというふうにみんなで協力して、あの井戸の大掃除をするわけですね。でその様が登場するのがゴンザとスケジューというお芝居で、ゴンザとスケジューというのがね、これはエッサホイサナのカゴカキのコンビなんですよね。隣のこう長屋の住まいの隣同士なんだけど、まあ江戸っ子ですから、もうしょっちゅうね口喧嘩ばっかりだ。なんでお前はちょっとパタタタ、なんでお前、この、そのお前のそういうこと言ってるとね、もうあの一緒に担いでやんないぞと、運命共同体のようにいつもカゴの仕事をしてるのにね、もう目を離すと喧嘩ばっかりしてる。だけども心の底ではやっぱりね、お互いが信頼し合ってるんですよ。そういうね、このゴンザとスケジューっていう2人のね、そのやり取りなんかを、その長屋全体のコミュニティという中で、ですから大家さんとかも出てくるしね、この長屋にね、ちょっとね、物騒なね、殺人事件みたいなものがこう巻き込まれてくるのね、ミステリアスな犯人なんかも出てくるんですけども、それをね、まあ、お芝居のこの背景には、いわゆる名奉行、名裁きの大岡越前という人が目を光らせてるわけですけども、そういうお奉行様、お奉行様という存在がある一方でね、庶民の下々の暮らしね、庶民の暮らし、夏の季節感ということで、汗びっしょり、もうだけどみんなもう汗だくになりながらも、お互いに協力し合って井戸の大掃除をします。ゴンザとスケジュー、井戸替えというお話をしてみました。まだまだ当分この夏の暑さが続きますから、どうか皆さんもね、あの日々お体を大事に、お大切にお過ごしください。いつもありがとうございます。失礼いたします。辻さんの素敵なご著書もぜひお手に取ってお楽しみください。